松本学松本学から1974年3月27日は、大将、昭和期の内務官僚、旧姓は片岡、岡山県出身、片岡ふさたの長男として生まれる。1910年、祖父松本礼作りの後を受け家督を相続した。関西中学校、第六高等学校、東京帝国大学法科大学を経て、1911年に、 高等文館試験に合格して、同年の大学卒業とともに、内務省に入省する。愛媛県属、神社局長を経て1926年に、静岡県知事に任せられる。1927年、立憲民政党系とみなされて、立憲政友会政権が行った、地方官人事で、鹿児島県知事に転任。1928年1月10日に休職が、 命じられた。1929年に福岡県知事に任じられる。1932年の国議会結成に参加して、新官僚の一人として認知され、同年5.1号事件直後に警報局長に任じられ、共産主義弾圧と日本主義普及を推進、法人一にお合い言葉に日本文化連盟を結成した。1933年のゴーストップ事件では軍部に、 対抗し一歩も譲らなかった。退官後は、貴族院直選議員に任じられたが、同郷で信仰の厚いうがき一世を内閣総理大臣に擁立しようとして軍部に阻まれた。戦後は1947年に、中央警察学校校長を2年間務めた後、官職から離れるが、以降は、日本の貿易振興に務めることになり、日本公安協会会長や、 社団法人世界貿易センター会長などを歴任する。また1954年より競輪を統括する当時の自転車振興会連合会会長に就任し、1957年に改祖された特殊法人日本自転車振興会の初代会長として競輪の運営確立及び中央集権下に当たった。大変筆まめな人物で10歳の時から63年間に 渡って綴られた日記をはじめ、内務官僚、貴族院議員、戦後期にわたる多くの資料を保存していた。特に1930年代の日本の国家主義や、軍部の台頭にまつわる資料を多く残しており、国立国会図書館建成資料室、岡山県立記録資料館などに保存されている。ありがとうございます。